中尾さん、はい、今回ちょっとガソリン代の節約術について教えてもらえるということで、はい、そうですね、つい先日ね、あの女性セブンさんから取材受けまして、はい、あ、そうなんですね。そう、なんか YouTube やってたら見つけてくれて、でなんかガソリン代の節約術について教えてっていうことで、はい、一応プロじゃん。そうですね、結構よく日常で話すけど今までやってこんかったから、あ、これ視聴者さんも多分興味あるだろうなと思って。なるほど。そう、年間3万円浮くね。あ、結論、うん、何も考えてない人が普通にやれば3万円浮くと思う、計算してみたらね。そうか、なるほど。でも年間で言ったらやっぱり数年だいぶ大きくなりますよね。そう、年間3万浮くから、はい、だからまあ障害燃費で言ったら100万とか俺変わるなと思って、うんうん、で俺も知らんことあったからついでに調べると。あ、なるほどですね。そう、これちょっと、ね、皆さんにねシェアしてね、環境にエコドライブをしてもらいたいなと思いまして。そういうことですね、はい、じゃあ最新のそのガソリン代は今高いですから。高いですからね、気になるところでしょうから、はい、極力得してもらえるように。そうね。じゃあ何ていうかまとめて、はい、やっていきましょう。はい、教えてください。はい、まずね、運転によって燃費を向上させるっていうところからまずいきたいと思います。あ、なるほど。じゃあ同じ車に乗っていても、うん、結構変わるよと。そう、変わるよと、はい、で大体ねこれね 25% 変わると思う、まず結論から言うと。あ、結構大きいですね。そう、変わると思う、はい、それ順番にやっていくね。はい、でまずね、一番差が大きいのはやっぱエアコン。あ、やっぱこれよく聞きます、エアコン、はい、ね、エアコンはつけた段階で 15% ぐらいもう悪くなるらしい。あ、そうなんですね。そう、つけた瞬間ね、まあ、確かにこれ結構変わるイメージありますもんね。ね、まあ例えばさ、今の時期とか、今まあ撮影が4月じゃん。そうですね、まあ、春とか秋とかって、まあ俺もそうだったんやけど、はい、窓開けたら全然いいのに、うんうんうん、エアコンつけちゃうじゃん。つけます。まあ花粉症の人とかもいろいろあるんだろうけど、まあでもまずつけた瞬間に 15% 悪くなるっていうのは分かっとったら多くいいから、うん、どっちでもいい時は窓開けた方がいいと思う。もう 15% それだけで変わるからね。まあとはいえさ、夏とかつけるじゃん。つかに、うん、ね、だからまあ秋とか春とかはなるべくつけないっていうのが一つと、夏とかのつけ方もなんかポイントがあるらしくって、はい、まあオートエアコンがある人は、うんうん、オートエアコンで26度とかに設定するのが一番いいみたい。家のエアコンと一緒っぽいね、やっぱね。 23.5 とか、うんうんうん、冷たくするのか分からない境目とかが、あー、そうかそうか、なんか中途半端のダメらしいね。そう、一番悪くなるみたいな聞きましたね。だから夏はガッと冷やして、はい、そっから一点保つとかがよくて、うんうんうん、で冬はガッと温めて一点保つみたいなのが一番いいらしいね、結局ね。じゃあ一気にその適正な温度までまず持っていって、うんうん、そうそうそう、最速でね、それを維持する方がいいみたい、はい、でこれによってだから年間通していくとやっぱ 10% ぐらい変わるらしいよ、エアコンの使い方だけで。なるほど。結構でも意外とあの風量を一番大きく、うん、勢いよく出したら悪くなるイメージある人いたと思うんですけど、うん、あ、そう、それ実はあんま関係ないらしいね。じゃあケチってあの風量弱めで冷やすんではなく、うん、うん、ダーッと冷やしてちょろちょろがいいみたいね。それが一つ目。まず一つ目エアコンで、はい、まあ 10% 改善しましょうと。二つ目はアクセルワークで、あー、これ難しそうですね、うん、これね、これ 10% 改善できると、はい、でこれ結論から言うとね、もうね、車間距離しっかり開けましょうっていうのが一番分かりやすくて、でなぜかというと、スタートとブレーキで分けて話しようか、はい、スタートで行けば、はい、前の車が行った瞬間にさ、ガッとアクセル踏み込んでこう行くんじゃなくって、うん、ちょっと余裕を持ってアクセルを踏む前にブレーキ踏んでるじゃん、はい、止まってる時、はい、でパッて離したらオートマの車だと勝手に進み出すじゃん。そうですね、クリープ現象っていうらしいんだけど、はい、まず車がこう動き始めて、そっからゆっくりアクセルを踏んでいくというのがいいみたいね、うん、あ、なるほど。多少じゃあ速度乗ってからというか、うん、そう、速度が乗ってから動くだけで、もうこれだけで 5% ぐらいすぐ変わるらしいね。これ全部繰り返すだけで。なるほど、でかいですね。そうで、まあ急アクセルが良くないよね、基本的にね。いわゆるエネルギーを余分に使うからね、うん、ぐわーんってこう空ぶかしみたいな状態になるから、ゆっくりふわっと車間距離を空けて進むっていうのが良くて、はい、で車間距離空ける理由のもう一つは、前の車が止まったらさ、ちょっとブレーキ踏んだりするじゃん、はい、そうですね、右折する車がいたからちょっと止まったりするけど、うん、でもまた行くと、はい、この時にさ、車間距離空いてれば前の車がこう追いついてきて止まっててもまた動き出すから、こう、あー、なるほど、そのまま行けるじゃん、ブレーキまず。確かに詰まってたさ、前の車が止まると同時にすぐ止まらないといけないから、はい、せっかくこうアクセルを踏んで、うんうんうん、エネルギーを上げたのをこうギュッとこのだけ余分になるよね、はい、確かにそうですね。だから車間距離を空けて踏んだエネルギーがそのままもう踏んだら踏んだ分走りたいから、うん、とにかくブレーキ踏めば踏むほど燃費悪くなるからね。危ないのに踏むなっていうわけじゃなくて、車間距離を空けて、はい、てればその余裕ができるじゃん、こうね。そうですね、確かにあの先の方でブレーキ踏んでるなと思ったら、うん、あのアクセルを逆に踏むのやめますもん。そう、アクセルを弱める、はい、うん、でブレーキ踏まず今そのまま行けたら一番いいよね。信号とかもそうじゃん。確かに、まあだからこの辺は気をつければできるというか、すぐできるじゃん今から。そうですね、意識すれば、うん、でこれだけで 10% ぐらい変わるらしい。あ、結構変わりますよね。そう、結構変わる、まあでも結構変わるだろうなって思う、はい、これ2つ目。ありがとうございます。はい、じゃ3つ目ね。はい、3つ目結構ライトだけど、タイヤの空気圧、うんうんうん、これがね結構下がりっぱなしの人多いみたいだから、タイヤの空気圧って本当はさ月1は最低でも見たいじゃん。
うん、確かにそうですね。で、俺たち結構よくお客さんに言うのは、はい、洗車が大体まあ月1ぐらいだと思うよね。まあ一般的に。一般的に。まあ俺は2週間に1回設定するけど、はい、月1の人いるから、うん、まあ、その時に洗車をした後、拭き取りゾーンに行ってもらって、はい、タイヤの空気圧入れれるとこがあるから、うんうん、そこで拭き取りして、ついでにこう。差し込んで空気入れるっていうのがいいと思う。確かに。なんかこれで、まあ、空気下がってたらやっぱ摩擦が増えるから、はい、当然進みにくくなると。でこれだけでやっぱ3パーぐらい変わるらしいよ。あ、結構変わりますね、うん、結構下がりっぱなしだとね。確かに。しかも高速とか乗ったら余計に変わりそう。余計変わると思う。空気入れるやつちょっと使い方わからないよって方も多いと思うんですよ。あー、でもまあでも簡単よね。ドア開けたところに純正の空気圧の設定が書いてあるから、はい、その数値にこうダイヤル合わせて、うんうんうん、差し込むだけやね。まあ店員さんとかにも聞いてもらいながら、ね、はい、初めての方はこれは月1必ずやりましょう。お願いします。これ 2-3% 下手したら変わるらしいと。変わってくると。そうで、あと4つ目、これも人によるけど、はい、荷物を減らす。確かにできてないかもしれない、うん、僕も。そうで、例えばキャンプ道具とか、はい、まあ、ガキで撮影の道具とか撮影機材乗ってますね。そう、乗ってたり、はい、例えばキャリアの上にさ、なんか荷物乗せっぱなしの人がいるじゃん。ありますね。100キロで 3% 程度変わるらしい、はい、なるほど。まあ車によるらしいけどね、はい、だからさ、まあ、キャンプ道具乗せてる人100キロあるかもしれないよね、ひょっとしたらね。あると思う。いや、多分あると思いますし、ね、結構なんかスノーボードとかのやつ乗っけたりするじゃないですか。あ、そうそうそう、うん、あると思う、はい。まあ、風の抵抗も受けるしね、上乗せてね、うん、確かに、うん、それで言うとガソリン結構重量あるじゃん。50リットルですね。ガソリン満タンにしない方がいい説もあるらしいんだけど。あ、なんか半分だけ入れるみたいな。そうそうそう、もあるらしい。確かにうちの親父やってましたそれね。いや、俺もやってる人ね、お客さんでいるよね、はいはい、めんどくさいけど。とにかく100キロで3パーぐらい変わる説があるから、うんうん、さっきのさ、タイヤの空気圧と荷物で 5% ぐらい変わりそうやね、はい、下手したら、うん、確かに。っていう感じ。この4つで一応終わり。なるほど。チリツモですと結構。そうだから、エアコンで 10% でしょ、はい、でアクセルバックで 10%、はい、タイヤと荷物で 5%、うんうん、これ 25% から 25% だから、年間さ、なんか平均聞くと大体10万円ぐらいガソリン使ってる人多いっぽいから、はい、うんうん、まあ 25% 減ると2万5000円浮くと。あ、結構でかそうですね。結構でかいね、うん。まあ、これがまず自分の努力によってできることですね、まず、はい、うん、これがまず前半戦。なるほど。まあ、後半戦結構ライトだけど、はい、今度はガソリンスタンドによって節約しましょうという感じね、はい。結構価格差ありますもん ね。 そうね、結構調べたのに今回その取材受けれるから、はい、実際さ、ここ、まあ、千葉県の野田とか撮影してるけど、はい、千葉でもさ、まず、はい、ガソリンスタンド店ごとで、まあ、当たり前だけど、うん、値段が違うから、はい、15分圏内ぐらい調べてみると5円違うね。なるほど。友人のところで入れてくれるところと、はい、セルフでちょっと安めのところで5円差、7円差ぐらいあったんかな。なるほど。で、まあ、5円は変わるなと思った。この同じような通りでね、まあ、最低ですね。そう、5円は変わると、はい、さらにその店で普通に行ってパッと入れるより、はい、その店のガソリンカード、あー、ありますね、よく使えば、4円ぐらい安くなるんだったかな、その店は。なんかメンバー特典みたいなありますよね。メンバー特典4円安くなるし、はい、特売日があるよね、毎週そこは。あ、そうなんですね。さらに2円安くなる。あ、なるほど。だから6円安くなる、そこはね。しかもなんかティッシュくれたりしますよ、ね、そう、ティッシュくれたりするそこにね。ありがたい、はい、だからさ、何も考えてなかったら10円以上変わったよ、うんうん、そこは。なるほど。うん、で、さらにさ、通勤とかでいつも道決まってるんだったら、うん、その通りで一番安いとこ見つけて、はい、ずっと固定でそこのカード作って、うん、特売日に入れると、はい、これでもう10円マジで変わると思うから、まあ、リッター10円変わったらね、今のガソリン、はい、150円とか、まあ、もっと高いとこもあるけど、はい、大体年間5000円ぐらい変わるっぽい。だから、なるほど。さっきのさ、2万5000円と合わせると3万ぐらい変わるよね。あ、結構でかくなってきましたね。そう、これがセットかな。ガソリン代を下げるためには、うん、まず運転とエアコンとか、はい、ブレーキングで燃費を良くして、さらにガソリンスタンド選べば年間3万円ぐらいは浮きそうよね。確かに。結構メンバー特典とかはやろうやろう思ってやってないですね。やってないよね。なんかそんな差出るんだったらも思ったから、まあちょっとやらんとなって思った。確かにそうですね、うん、なんかでもやめた方がいいなと思うのは、はい、結構あるあるだけど、うちの母親とかね、はい、別に悪意ないんだろうけど、うんうん、あそこがリッター5円安いのよって言いながら、そこに15分ぐらいかけて車が取り入れて、まあ、なんかすごい聞いたことあります。そう、しかも、はい、そこのイオンだから、ついでに明日のご飯買おうって言っていらんもん買って帰る。なるほど逆効果やみたいな。それはまあやめた方が、ね、うん、あるあるよね。あるあるです。それはやめた方がいいんじゃないかなと。そういうことです。しかもなんか、うん、楽天ポイントとかも確かにいけそうっすね。そうそう、でもなんかね、ちりつまやからね、ガソリン一生いるじゃん。そうっすね、車乗る人は30年乗ったら100万円ぐらい、うん、100万変わるし、実は車の燃費って全く気にしてなかったじゃん。車を買う時に燃費のいい車っていうのを選んでなかったけど、うんうん、やっぱ迷ったら燃費いい車を買った方がいいなと思ったね。プリウスと例えばボクシーとかで迷ってたら、うんうん、これはもう全然変わったりするよね。確かに。もうだから年間ね、15万円払ってたのが半分になりましたとかでありえるよね、うん、なんか結構自立もでかいなと思ったから共有したいなと思いました。ありがとうございます。まあちょっと参考にしてもらいながら、はい、でも中野さん最後に、でも燃費が悪い車もいい車もいっぱいあるじゃないですか。あるね。
ハイブリッドとかと比べて、うん、ぶっちゃけどっちが好きですか？いやそれで俺は燃費悪い車が好きかな。なるほど。まあだから無駄遣いはしないよ、うんうん、無駄遣いだからアクセルガンガン吹かしたりとか、はい、急ブレーキ踏んだりとかすることはしないけど、正直さ燃費が悪くてブオンブオン言う車の方が好き。なんか秋代さんも言ってたよ。言ってましたね。秋代さんも言ってた、うん、ガソリン臭くて、うん、燃費が悪くて、はい、なんか油臭い車が本当は好きなんだよって言ってた。まあこれ車好きの常なんじゃないでしょうか。うなんかやっぱね無駄遣いとはまた違うから、そのそういう車乗りながらでも、うん、まあ環境には配慮していこうっていう話で、はい、なんかやっぱ車って楽しいじゃん。そうですね。子供にさゴーカート乗せたら一生降りんや、うん、なかなか困りますね。あの振動とかさ、はい、風の音とかさ、うん、やっぱ楽しいよ。そうですね。いい思い出になりますね。エンジョイしつつ無駄遣いはやめていきましょうという感じですかね。というところですね。はい、僕は燃費悪い車好きですよ。ちょっと知識としてとどめとってほしいなと皆さん。そうね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じでこの動画がですね、はい、いいなと思ってもらった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、本日も中野社長ありがとうございました。中野社長、今回お知らせがあるということで。はい、お知らせあります。僕がこの業界ね15年ぐらい第一線でやってきて、車を安く買う方法、それとか高く売る方法、 YouTube でこれまで出してきましたけど、忙しくてなかなか全部見られない人もいるんで、それをね PDF にまとめました。で、ダウンロード方法はね概要欄に書かせていただくんで、そこからダウンロードしていただければもう皆さん見れますんで、まあ、やろうと思った理由は、この動画を見てくれてる人かなり真剣だし、1円でも安く買いたいっていう気持ちあるけど、騙された人とかも多いから、あんま全部出しちゃうと正直車屋さんが儲けが減るから、ちょっとワンチャン干される可能性あるんだけど、このチャンネルを見てくれてる人は信用してお出しさせていただきますんで、ツイートとかはしないでほしい。どのぐらい安く買えたりするんですか？手ぶらで行くよりは絶対これ全部見ていったら、上と下で下手したら本当に15万20万変わることも多いと思う。そういうコメントもいっぱいやったしね、まあ、そういった損したくない方はぜひともこちらの概要欄からチェックしてみてください、うん、はい、見てください。